待って、いきなり囚人。なんか神をちょっとあれだわ、放出させるわ。出るんだペコーラ、ギリツ様がお呼びだ。なんか悪いことしたんかな、こいつペコーラって。あ、無言だ。クールなキャラペコーラ好きペコだけど、何やっちゃったのペコーラいきなり。うわ、ツンツンしてるねー。あ、かっこいい顔、ペコちゃん好きな髪型や。あ、こいつの方が悪者や、絶対顔が。部下の手前もあるし、ギルツ様がお前に厳しくするのはわかるけど、今回のことだって何も毒棒に10日間ぶち込まれてたのペコちゃん。家出してやれ。どけお前、どけ。どこへ行く。下の研究にでもお前の仕事はもうない。ギルツ様に与えられた新たな任務に専念しろ。そりゃ脱走もしたくなるわ。こんなところペコール出てってやれよ。誰が好き好んでこんなところに行くか。もう出よう、みんな家出する。あ、ここだ、アジトの桟橋。もういい、ペコール二度とここに戻ってこない。お父さんもお父さんの部下もいい対応してくれない。わ、こんな汚いところでペコラ10日間も過ごしたんか。はぁ、行こう。もうこんなところからペコラは家出してバトル GP で優勝してみせる。見返してみせる、ペコラは。あ、したくれるって。え、電源っていうかバトルデックスかな。何くれんの。嘘じゃん、ちょっと待って待って待って、ドラキー、ももちゃん、いたずら。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。え、さっき電電竜とバトルアックスだっけ、いたよね。どうしてこのザコとか言っちゃダメペコだけど、なんで教えてくれない。なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとかなんとか